はい、こんにちは。こんにちは。はい、では今日もこれやっていきましょう。今日、今4日なんですけど、まだやってないのに4日丸ついてます。で、なんでかっていうと、3日の時にね、2日分やりたいって言ってね、2回分やりました。だからそんな感じで、子供がやりたいっていう気持ちになってたら、どんどんやらせてあげちゃっていいのかなと僕は思ってます。じゃあやってみましょう。タン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 タかなりね、最初の1日目と比べて良くなってきてます。やっぱり継続することが子供の自信につながるし、どんどん上手くなってくると思うので、もっとじゃあ継続していこうな。続きまして、そうだそうだ、空踏みダブルタッチ。よし、じゃあ空踏みダブルタッチもやってみよう。自分のタイミングで、途中ちょっとずれたけど、いいね。もしお父さんの方はリズムに合わせてできるんだけど、お子さんがまだちょっと難しいとかであれば、一緒に鏡写しになって、お父さんがそのリズムをだったり体の動かし方っていうのを先導してあげて、それを真似して子供たちが学べればいいと思います。まあもちろん逆でもいいですからね、親子でコミュニケーション取りながらやっていけたらすごくいいと思います。じゃあとはこれも合格だ。はい、じゃあラスト、これだ。そう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 、なめから踏みダブルタッチ、タンタンタッタッタンタンタッタッ、父ちゃんと合わせて、一生のせタンタンタッタッタンタンタッタッタンタンタッタンタンタッタッタンタンタッタンタンタッ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 タッ。だんだんできる回数が増えてきました。はい、そうくん、まあ、そっか、はい、じゃあ OKOK、 はい子供はこれに丸をすることを楽しみにしてるので、まずダブルタッチとは勝手につけちゃったけど、はい、これ丸ね空踏み、さあどうだったでしょう。こうやってね、自分がね、算数のテストとかで、ね、なんか100点とか花丸とかつけられたらすごい嬉しかったので、その時を思い出して花丸書いてみました。こんな感じで我が家でも継続して練習をしてます。皆さんも楽しくコミュニケーションを取りながら子供と一緒に成長していきましょう。はい、それでは頑張ってください。バイバーイ。